はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソング、ちょっといきなり戦闘になりましたけど、まずはここのバファル帝国メルヴィル襲撃事件を終わらせましょう。こいつら結構ゆっくり死なないの。でもサイコブラストでは一掃できるか。で、港が占拠されて、はいえで、藤娘手に入れたんだけど、ちょっとね、アローレインを覚えるまではデタラメを使っていこうかなと。で、あとなんだっけ、あのバルハル族、やっぱレベル上げたら EP 減ったんで、今ついているクラスを3にするっていうことが重要なのかな。今クラスについているものをレベル上げるっていうのが重要かもしれない。ちょっとまあ やるか、ブッチャー倒すだけ倒そう。まあ、見るだけね、イベントは。地下からモンスターが出てきました。地下はね、さすがに行くのめんどくさいからやらない。怪物はそんな強くないっていうのが分かったから、デタラメや。サク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 行こう。ここまで乗り込んでくるとは、いい度胸だ。お前が海賊の頭目だな。覚悟しな。ブッチャーで何か覚えないかな。まあ、これは若干ナメプでいくか。サイコブラスト671、勝手には腕力砲、連携が入る段階でもう覚えない。1754、強い。まあ、それでもまだ倒せはしないか。斧を取り出したな。いや覚えないな。1人時間差200か。まあ腕力を使ってこの威力だったらブレードロールさえ使われなければなんとかなると思うけど。平気さん使ってた。それでも200か。次頼む。シエヒットポイントはあるな。強撃ペネトインクロス1200。やばい、2発食らったらさすがにまずい。137円。あ、ジュエル50か。まあ敵っていう割にはまだ霧はついてねえぜ。さよなら、クロー。あ、こう向かってくる割にはさ、なんなのこいつら。お助けを。めんどくせえやつらだな。お助けを。でモンスターはここにはいない。さて中に入るか。これさ、最短ルートで行けるけど、なんか宝箱とかあったりするのかな。全然確認してないんだよね。あ、戦闘が遅い。まあもうせっかくなんでパラメーター上げも兼ねて探索しましょう。メルヴィル城内エリザベス、なんかすっげえ広いんだけど。え、これ、ね、どこまで行けない。あいつ荒ぶってんな。むちゃくちゃいっぱいんだけど。こいつは切れるのか。デタラメ、これでいい。弓の耐久力はちょっと気をつけとかないとな。ダメだ、これが連携が入っちゃうと覚えないからな。支援効果が入ってしまうんだよな。
いやこいつら強えぞ。ちょっと逃げよう。あ、宝箱あるじゃん。戦うかこれは。なんか思いっきりデス、うわ強い、もう強いのよ本当に。やっぱ撤退だな。結構ガタガタになってる戦力が。さいなら。罠ありか。解除オッケー。祈願刀なんか変な手に入れたんだけど、来てよかった。アンティークダガーか。祈願刀って何？え、すげえ時間が経ったんだけど。刀の28、小型剣の1628か。なんかすげえ強えってわけじゃないね。だって藤娘とか49だからね。異常でしょ。だってタウンソードの方が強くないじゃん普通に。21だからデタラメは1しか減らないのか。なかなか覚えないもんですね。あれが違うからかな、やっぱりモードが。覚えないってわけじゃないけど、覚えづらいからね。覚えづらいってわけじゃなくて、モードが一致すると覚えやすくなるっていう罠解除。フラシスカここにあんのかよ。バトルスタッフ、あ、まあ悪くない悪くない、全然なんか武器の宝庫だな。出たー、やるか。デタラメは持っとこう。第5空弾かかと切り次元弾で倒す可能性があるけど、ちょっと技ポイント使うから。フランシスカ2つ。いやマジですか。電光石火覚えた。逃げたい。実験目玉使おう。電光石火はでかいぞ、かなり普通に強いからね。親父3体か。親父3体だったら楽勝でしょ。デタラメ、かかと、サイコで、あ、電光石火1減るか減らないかっていう感じか。なるほど、痛い。こっち行けんの。え、これ何、メルビルの地下下水に続いてんだ。ちょ、待って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 、チェーンしてしまった。デタラメチェーン、いろいろ上がる。めちゃくちゃ上がった。いや出た、やばい、こいつはやばい。ちょっと待って、ちゃんとやろう、巨神使おう。でデタラメで周りはもうサイコブラスターとデタラメのあれでいこう。でこれか、減った。くそ、レイヤーでいくか。いやマジかい。え、めっちゃミスまひってんじゃん。これレイヤーでいこう。乱れつき、いや覚えたのはいいんだけど死んだ。いやマジか、これはかなりきつい。いや死んだわ。あれまた誰か来てる。クロディアか。ボロボロです。ちょっと待って、もうスライム系嫌だ。しかも敵めっちゃ増えてるし。逃げろ、なんとか上まで。でチェイン強すぎるね、下げた方が強いな。でデタラメのかかとのサイコの第一の剣で、古典か、古典がいいね。衝撃出たら右に。だからチェーンした時にすげえ強い敵が出てくると終わるんだよね。逃げらんないから。でこっちもちょっと行きたい。出た2戦目に何が来るか。
アミシャ一番最初に動かした方がいいな、意図的に。フリーモードでバーバラになってたんですかって、ここで、あとは順番とかどうでもいい、黒で2番目にやったほうがいいな。全体攻撃を先に打ってから単体攻撃に入って、うち漏らしよう。いや、いけない、もしかして。これはもう普通でいいでしょう、フリーでデタラメ戦。あ、いけねえわ。こっちは、あ、いける。罠失敗。マジか、これ結構きついぞ。あー、なんかダイアリみたいな増えた。攻撃、いや、ヒットポイントはあるね、こいつ、やっぱり。コテ2回打てるんだ、連続で。それはでかいな。もう気づかれてるわ、みんなに。14か。まだ大丈夫だな。300。藤娘じゃないから、ちょっと火力が弱いよね。でも1だったら藤娘に切り替えてもなんかいいような気はするんだけど。強いね。まあいいや、とりあえず技を覚えるのが最優先。死にみたいな。死ぬ、なんだ、死んでる。なっつえ、ちょっと待って、どういうこと。強いぞ。しかも今度全員に行ったし、あの状態以上が何なのかわからん。いや、マジ適正は。いや、こいつはやだ、ほんとやだ。あの銀水晶みたいなやつマジでやだ。いや、厄介だ、厄介すぎる。デタラメ、じゃあ藤娘投入するか。ブレードロールも投入しよう。で、さすがにこれは古典だな。弱かったこっちだ。全然弱かったわ。藤娘もったいなかったな。ブレードロードは使ってないから、かかと切り5点。こいつ本当勝ってんだよ。まだ生きてるか。息の根を止めてやろう。左入れる？入れない。あ、これで確かそのまま上に行ってっていう話だよね。え、こっちのさ、上行くとどうなる。いやー、あれ、どっちだ。変なんで気づかれた。あ、待って待って、クソ、これ煙玉でセットされてるからさ、もう一回逃げると。同じ感じで逃げちゃうんだよね。回るのに強脚も食らうんかい。それは予想外。ちょっと待って、まあ、デタラメのブレードロールを投入しよう。いやー、やられた。いや、普通に強いんですけど、これ逃げるべき。なんか死にそうだな、全滅しそう。全滅。誰あと残ってんの。あいつぶっ倒れてんだ。いや、つえつえ、敵つえ。あのオートセーブに対応してるからマジ助かるんだけど。なんか今までだったらさ、やべえセーブしてね終わったみたいなさことずっと言ってたけど、それもない。なんか安心して死ねる。攻撃、いい、952か。なんかいいの、霞弾とかからなんか覚えないかな。相変わらずもうデタラメ矢しか打ってくんないな。
こいつ魔法効かないのがちょっと微妙だな。旋回物足りないね。でこっちいけない。これは大丈夫か。いや待って、この死にボケ野郎が強いな。みんな強え。普通に。やっぱりそろそろ火の鳥が欲しいんだ。火の鳥扱いが難しいんだよね。翼のお守り。あれこれ結局こっちからも来れるんだ。私を守るために来てくれたのか。感謝するぞ。陛下の警護を頼む。我々は宮殿からモンスターを排除する。なんということだ。メルビルの町が。お前だってさ、怖くもなんともないよ。全力で行くけどね。藤娘の、じゃあ藤娘の回復が6だから、まあ3ピートで行くか。フランシスカ何がいいんだろうな。事件だったら倒せねえか。これはもう大地の剣鉄鋼世界で行こう。早いスリッパ初手防空を耐えられるよ。2回来ないことが分かってる。知らないか。強心撃じゃなくて次元だってダメージ入んないんだ。あ、スイッチバックなんだ。いつの間に動いたの。ゲッツ。舐めてたわ。あれか、普通にアローレイン動いたんですけど。無理だ。補填でいくか。連携でいくのか。え、まだ生きてんの。強くね、こいつこんな強かったっけ。マジナメックしてたわ。このソーランもサルーインのしもべが仕組んだもののようだ。サルーインの復活が間近に迫っているのかもしれん。そなたはサルーインと戦うつもりのようだな。ミルザはその命を捧げたが、そなたは生きて戻ってくるのだぞ。その時、今までの全てのロークに報いよう。1万円226ジュエル。メルビル襲撃事件。皇帝を守ったサルインの復活も間近だ。ちょっとパブ行こう。そろそろ詩人さんなんか言ってくるんじゃないの。シェリルってここいないのかな。あ、あとこれがあったな。至急連絡を。サルーインの復活が、あ、復活間近だね。この世界はやはり滅んでしまうのでしょうか。一応聞くだけ聞こう。絶対にさせません。サルーインは悪しき神ではありますが、強い神です。サルーインと戦うためには特別な準備が必要でしょう。あなたのためになるかどうか分かりませんが、こんな話があります。英雄ミルザは最初から英雄だったわけではなかった。数多くの戦いを乗り越え、人々の信頼を勝ち得て、次第に英雄と呼ばれるようになった。神々はついにミルザをサルーインと戦う者として選んだ。ガレサステップの太陽の祭壇へと神々はミルザを招いた。太陽の祭壇は神々の最終試練の地へと続いていた。英雄ミルザは神々の最終試練を見事突破し、銀の戦士ミルザとしてサルーインとの戦いに赴いた。ミルザとその仲間たちはサルーインと戦い、見事サルーインを封じた。だが彼らも皆力尽きた。エロールは彼らの魂を天界に引き上げた。銀の戦士ミルザと4人の仲間は天界の星として
輝くことになった。なぜか最終試練になってんだけど。まあいいや、行くか。その前にネビル、ちょっと一回武器回復させよう。お泊まりですか。LP 回復、武器回復。ネビルのイベントっていまだに起きるの？だいぶもう時間経ってるよね。ここはメルビル警備隊の事務所だ。いいところへ来た。宮殿でネビル様がお待ちだ。行くか。じゃあ宮殿まで、サクッと宮殿まで行こう。ここは皇帝。待ってお通りください。おい、手のひら返しがすげえな。でどこへ行けばいいんだ。ネビルがどこにいるか教えてくれ。どれ、あれ、ネビルの依頼。ちょっと待って、あ、これ結局さ同じところに繋がってるって。ここは立ち入り禁止です。右から左も。ここか。あ、行けた。元気かね。ローバーン公コルネリオ殿を知っているから。皇帝陛下の妹マチルダ様の婿だ。あの方には皇位継承に絡んでよからぬ噂が多いのだ。他の貴族も同様だが、ローバーン公の身辺は特に念入りに探らせている。その探索に当たっていたジャンが行方不明になった。ローバーンへ行って調べてくれないか。相手がローバーン公では親衛隊が表立って動くわけにはいかんのだ。ジャンを助けよう。今更だな。ローバーンの町外れにモニカという女が住んでいる。我々の連絡員だ。彼女に会って情報を得てくれ。合言葉は東の風雨だ。ローバーン公は抜け目ない方だ。十分用心するように。よし、じゃあ行きますか。これ結構割と早めのイベントだったと思うんだけど、まあまあまあ、こなせることに関してはこなしていこう。ブルーエレじゃなくてローバーンかの、こっちで最終試練行くってことはさ、金そんな必要ないよね。セーブしよう。使っちゃっていいのか。私はモニカっていうの。あなたは。壁に耳あり。何言ってるの。面白い人ね。秋の風のピオン。何言ってるの。面白い人ね。あ、ここは関係ないんだっけ。まず最初だっけ。誰に言われてここに来たの。あ、ここで、これローバーン公。私嘘つきって大嫌いなの。そういう人にはこれよ。冗談よ。でも二度目は許さないわよ。東の風。誰に言われてここ。パトリック。二度目は許さないって言ったのに。嘘つきって大嫌いな。トロフィーを獲得した。しかしその代償は大きかった。これ普通にゲームオーバーになるからね。というわけでタイトルに戻されました。これ普通にコンティニューでいいのかな。直前のところでオートセーブされてる。どこでどこでやれてる。誰に言われてここに来たの。ネビル。ジャンはローバーンの地下に捕らえられているみたい。私は連絡のためにここを離れられないの。ジャンの生死を確かめて。扉に赤い魔除けがかかっている家があるから、そこから地下へ入れるわ。ガッテン。でモニカも仲間にできるんだけど、これこなせば仲間になるのかな。
赤い魔除けってどれ？あ、これ？こいつか？何ですか、あなたは。いや、帰らない。どうしても。ガキの使いじゃない。そうですか。え？あれ？あ、普通にこいつ自体は敵なのか。藤娘、あ、もう一旦アローレイン覚えたから、アローレイン最初から打ってねえし、クローディア初期 BP がちょっと低いんだよね。回復量がすごいけど、リキアでだったらもう藤娘のリキアでいこう。フランシスカはなんかトマホークからなんか覚えないかな。弱こいつらマジ弱。この壁は動くぞ。じゃあそこにいるのか。来るな、我らだ。落とされる。飛んだことに巻き込んでしまってどうもすみません。私を餌にしてローバン校の身辺を探る組織を一気に壊滅させる狙いなんです。まんまと引っかかってしまったわけだ。私のせいです。連中、この洞窟は脱出不能だと言ってました。いや、出口はきっと見つかりますよ。奴らもここに入ったことはないんだ。さあ、行きましょう。パーティーの人数が多すぎてメンバーできない。別にいいよ。マップ。フワナッシングか、どっかで手に入れたいな。あれ、あっちから鳥が来た。あれ、こいつってさ、さっきのやつと違う。だいぶ弱いから違うな。めっちゃ引っかかってんだけど。引っかかってろ。どっちだ。ちょっと待って、魚が来る。出た。こいつはこいつで煙玉回復させてくるの忘れたわ。窃盗剣みたいなの使おう。どっちだ。1200、トマホークがまあ300、400弱か。楽勝楽勝。ちょっとこれが終わったら最終試練だから、ちょ、まだいんのお前ら。しかも宝箱しかないし、これはかなり外れを引いたな。ここまで来たらあともうイベント消えちゃうから、あるやつをこなしていこう。ってことはガンガン戦ってさ、力をつけていこう。サルインを倒すため、最終試練に臨むため。順番をどうするかだよね。最終トビーの弓、さっさと最終試練受けちゃうか、それとももう少し力をつけてから挑むか。痛い。集中攻撃食らうとマジで死ぬわ。強いなこいつらも。結構やるもんだね。煙玉最高10個までだからな。アイスディフレーム。あれ、これ宝箱2つ並んでる。あ、地図見け、やったー。200円、もう200円とかさ、全然ゴミすぎるんだけど。
ってどっちから来たっけ。ゲってた。こいつも厄介なんだよな、源流。こいつこそ次元弾でなんとかできねえかな。第235回ぐらい来てくるから300食らうし倒せない。ちょっと次元弾ダメージ通るっちゃ通るな。一体潰される。300食らったらもう多分全然ダメだな。煙玉使うとあと4つか。このまま下に降りてっていいのか。あ、宝箱。わなわなし100円。敵がなく3体固まってんだこれ。の魚であることを祈るけど、いやいやいや、めんどくせえな。一体ずつ確実に倒していくか。もう強振でしょ。6回復3ピート使うか。ブレードロールだな。でサイコブラスト、演武剣がないからね。電光石火でどんどん行こう。よし、そんなに強くなかったもんこいつら。なんか青なまりみたいなの手に入れた。やっと出られましたね。私はメルビルが帰ってネビル隊長に報告しますが、皆さんは帝国を離れて少しほとぼりを冷ました方がいいと思います。待て、何のためにローバン校を探っていたんだ。ロバン公の奥方は皇帝陛下の妹マチルダ様です。陛下にはお子様がいらっしゃらないので、陛下にもしものことがあればマチルダ様が女帝になる、そういうことです。それではまたお会いしましょう。ここに戻されたんだけど、モニカってどうなの。モニカに伝えよう。よし伝えよう。あ、進行設定普通、これ変えらんないんだね。ジャンを助け出してくれたのね、ありがとう。お、結構手に入れたな、5000円。あ、仲間に誘えるじゃん。モニカはやっぱこうやって仲間になるんだな。金がさ、6万円あるんだけど、これフィールドアーマー買うか。ちょっと一旦すべて回復しよう。いし高いやで、煙玉を10個まで補充する。でちょっと一応ローザリアで買うか。ローザリアのクリスタルシティ、リスマスブロックかかって、でリスマスのあれ今ローバーンにいるってことはさ、一回アルツール系譜で行かないとダメだ。これは完全にブロックされんな。でクリスタルシティでパッと行くで水晶紹介の本店。でここでどこだ、フィールドアーマー。ここにもない。あったあったあった、この12600円のやつ。3636、これは前線に染めさせよう。ショップレベルだいぶ上がったな。だいぶ金が減ったけどね。でアーマーのリジットレザーをフィールドアーマーに。雷に弱い。雷に弱いの一般だ。動詞のローブどうする。これリジットレザーにする。だいぶ重さが上がっちゃうけど、まあ、知力下がるのはもうしょうがねえわ。術戦士系でいけばいいのか。でフィールドアーマー、なんだ、何がある、大してないよね。何かお探し。金なんかすぐなくなるな。ベルニヘルムとかどうなの。暗闇耐性
シューズとかマジで下がるからな、素早さが。ハヤテの靴マジで優秀だよね、そう考えると。3000円くらいだったら全然いいのかな。3つ買っといて、4つ買っといていい。買うか。1、2、3、4で、オール、これは、あ、そっか、精神が上がるだけだから、あとみんなライトヘルムだもんね。ちょっと待って、グレイからベルニーヘルム、こっちもベルニーヘルムしよう。で、ベルニーヘルム、オールの傘はオールの傘にしとこう。OK。からの、何かを探し？からの、今いくら？ 1 万円か、ちょっと1万円は取っとこう。で、ちょっと待って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 、変な位置だよ。相当したい、相当自動相当で、そこからまあ売れば多分1万くらいにいけそうだけど、まだちょっとアイテムに余裕はあるんで、とりあえずでもグレー480かヒットポイント、最終試練いけるか。ジュエルが726、よし、ちょっと挑んでみますか。ちょっと怖いけどね、怖いから。でもイフリート戦はまだ無理だよな、このステータスだったら。悩みますね。うわ、ちょっと悩むんで、今回はここで終了して、次回どうするか決めてからやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。